静かで平和だけど、急に危ない残像が出てくるかもしれないから気をつけて。くらえ。うっ。キャッ。記憶はなくても戦い方は覚えてるんだな。どうしました？どこか具合でも？祭主、これは今週の祭主の彫像です。祭主は交流にある異今週の祭主は核という。え、祭主の姿を目に、それなのに祭主が近くに見えているのですか？ということは漂白者さんは祭、え、やばい、これって巨老級の残像だよね。地下を助けましょう、漂白者さん。一気に行くぞ。キャッ。これで終わりだ。行こう。漂白者さん、気をつけて。行くぞ。だ。いや、今のは危なかったね。てかあんたたち初めての教頭な。信号灯はもうすぐだよ。信号灯に着いたら登録しておくと便利だぞ。それに半径5メートル以内なら、信号灯が敵の攻撃を防いでくれるから。もうすぐ谷口に到達します。高低差がありますので、谷口を出てもうちょっと歩いたら今週城に着くよ。城内はどこよりも安全な場所なんだ。なんてったって天皇が作った墓、まあ他にすごい場所はあるかもしれないけど、今週は石崩れの高地と北楽の原に面しており、白氏ここで待ち合わせするって約束したの。
天空海がここに発生します。文句？いつの間に？来た時はまだ中ここへ来た時には、え？早いにも程がある。天空海には追跡機能でもついてる。文句の中央、あれって白紙じゃん。白紙、白紙。遠すぎて声が届きません。サンプリングをし終わったらこの辺りで。いえ、白紙なら無音区の危険性を十分理解しているはずです。そして形成時間が短いほど潜伏期が長くなる。はい、それにパラシュートの滑空距離では無音区の範囲を超えられません。デバイスの滑空機能を使いましょう。漂白者さん、私に任せてください。白紙、ここ無音区だよ。なんでこんなところに。ねえ白紙、聞いてってば。私たち、あれ、大丈夫みたいね。よかった。もうすっごい元気だよ。さっきも巨狼級の残像をやっつけてたし。いや本当に元気だね。はい、特に問題はなさそうです。え、違う。薬師もあなたのことを心配してくれているんです。大丈夫ですか？心配いらないわ。動向に変化なし、それに呼吸も安定し、おしゃべりするなら場所を変えましょう。行こう。光を前だ。出ない。出ない。この身を刃に、我が剣の刺す先に。漂白者さんと一緒です。それと変な残像を。おそらくその残像の能力よ。気をつけて。うわっ、しまった。響け。油断した。一気に行くぞ。その身を刃に。対面。
ろ。この身を刃に。風よ起これ。行くぞ。この光でチャンスはあるはず。この一撃で。ヤンヤン、漂白者。大丈夫か？怪我は？めっちゃ焦ったよ。あのバリア頑張って壊そうとしたんだけどびくともしなくてさ。私も大丈夫。あれほどの残像を軽々倒せる漂白者、私は特に雲稜谷はそれほど。そんなことよりこれ見て。これは残響ですね。おお、さすが、あんたついてるね。漂白者さんは万物は周波数で構成され、音には必ず響。これは残響と呼ばれるもので。デバイスってのは共鳴者たちが持っているあの瓢箪のことな。でもデータドックのレベルが高いほど残響を入手できる確率が上がります。ですが先漂白者さんのデータドックレベル。とりあえずやってみよう。あ、ダメか。まあまあ、ご飯はよく噛んで食べろっていうしさ。弱い敵の残像を回収していけばいつか。確かこの辺りに小さいアツツがいるんだ。あれ可愛いんだよ。後で一緒に捕まえに行こう。この力は一体。あんたまだそんな技を隠し持ってたのか。こんな共鳴能力見たこともないよ。もしかしたらまだ他にもすごい力持ってるんじゃない。残像丸飲みとか恩返し炭焼きとか。共鳴能力。気分はどうですか。お体は、具合は、吸収した残響の影響は。白紙、体が恩害を吸収する。得意な例ではあるけれど。体が恩害を。季節眼、この世に降りし天神、健康を師匠に宿し、その身に恩害を収める。一気行化、生まれし万古。要するに昔々まだデバイスが世に存在していない時代にすごいお方が。あれ？受信でき。これは変帝から今週全。今週の皆さん、お忙しいところ失礼します。月追祭が近づいており、今週にも各地から。古来から今週は残像町を退ける前線拠点としての役を担ってきた険しい土地ですが、今週を支えてきた民のおかげでこのような繁栄と平和を築くことができました。我々は常に恐れに屈せぬ意志と。そこで皆さんに一つお願いしたいことがあります。ここを訪れる者の中に世と今州、そして交流にとって非常に重要な客人がいるのです。この時を長く待ち望んでいました。あなたは目覚めたこの世界にきっと混乱していること。周囲で起きている奇怪な現象にも。ですので
もし今週境内にとどまるおつもりでした、あなたの疑問すべてにお答えすることは叶いません。もちろんこれは要請ではなく単なるお願いだって。今週の皆様お願いします。その客人と出会うことがあれば便宜を図り精一杯もてなしてください。なんというか、レイン様が言っていたけど、体調を考慮して今週城に着いたら一回全面的に検査した方が良さそうね。恩害を吸収して以降明白な異常は見られ、ちょうどよかった。ここら辺で漂白者が吸収できるやつを捕まえよう。この鹿が片っ端から探してあげる。気だらけだ。た。さっきの再現できる？デバイスならできる。とか？大成功！脅迫者のデバイス、どこのなのかわかる？見た目は少し変わってるけど基本的な機能は私たちのデバイスのと同じだね。行こう。その力だ。光よ、前へ。この光で、通常はこの先だよ。漂白者さん？私だけの運命の種。
さてと、これからどうしよう。美味しいものでも食べに行く？正義の味方しかここに参上。